演舞開演。どうも、本日はこちら草加せんべいの中の何だろう、何か青のりのようなものが入っているタイプを食べたいと思います。やっぱりこの前のプレーンとは違う雰囲気がありますね。では、いただきます。いろいろ楽しめるっていいですね。やっぱりただのお醤油とは違って、ほんのり香ばしい、いや、香ばしいではない、塩の味噌の香りを感じることができました。やっぱり青のりなのかな、入っている。こちらもこちらで美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。